ちゃんです。今日は伊勢神宮内宮さんにお参りに行きました。伊勢神宮外宮先参ってきてね、内宮さんに今お参り入ります。ことでね、早速内宮さんの方入ってみたいと思います。ここもね、勝負のところは撮影禁止じゃないけど、そこまでのところは大丈夫なんで一緒に行きましょう。よいしょ、ここでね、ドボンってやらないように、よいしょ、手が冷たい、気持ちいい、すっごい綺麗な川やね。ここでなんか1時間ぐらいじーっとしてたら気分やけどね。セーブはここからカメラ撮影できますね。ここでカメラを止めて撮影したいと思います。はい、伊勢神宮内宮の正宮にお参りしてきました。では別宮荒祭りの宮に行きたいと思います。はい、これより先石段があります。結構遠いな、この上かな。じゃあこれ伊勢神宮の中か。すごい、なんか大地の大事に向きもらえそう。木あると思うんだけどね、こういうね、大木に抱きつくとね、大地からのパワーをいただける。ちょっとね、病気とかでしんどい人は、ああいう地元の神社でいいね、大きな木がある御神木方抱きついてください。大地からパワーをいただくとね、病気治癒にもかなり貢献するみたいなんでね。西根の御管、はい、ごめん、あんまり名前知らんのよ。結構ね、神道を重んじて、神社のこと結構ね、ガヤガヤ言ってるくせにね、あんまり名前とか知らなかったですね。外平殿、あ、下平殿、下平殿やってね、なんかお金絡みのことかな、わからへんけど。帰り道ね、ここホース書くの関係ない。ここは伊勢神宮の裏側やね。ここからは入らないでください。伊勢神宮の裏側やな。すごいな、なかなかご神木を裏から入んのか、入りたいけどな、どういだろう、何も見えてもよいしょ、よいしょ、よいしょ。ここがね、荒祭りの宮って言って、天照大神様の別宮、まあ別荘みたいなもんです。ここはね、天照大神様を祭りされてて、お願いもしてもいいし、お賽銭もしてもいいところなんでね、ここでお賽銭しましょう。すぐ荒祭りの宮、天照大神様がね、お祭りされてるところなんで、お参りしていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。天照大神様は神様の、トップの神様なんで、ちょっと始めます。
テラスオミカミ様のね別宮にあたるんでね、大阪にまあね、いろいろ祭りをするというのが正式なんでね、ここでお賽銭をしましょう皆様。はい、間違いとも正宮ではお賽銭はしないように、はい、ちょっとね歩いて通りにぐるっと回らないんだけどね、あの本殿の西部からくるっと回った裏側なんだけどね、ここまで来てお賽銭をしてください。間違えても何回も言うけど西部のところでお賽銭をしないでくださいね。まあ、チャンネル見てる人はみんな知ってると思うけどもね、伊勢神宮は下空内空と西部のではお賽銭禁止です。結構入ってますでも、はい、だからね、そこで1000円2000円1万円とか1万円とかしたい人はここにしてください。はい、いや、しんど、遠いわ。はい、久々にね、靴を履いてきたらね、小指が痛いの。靴下履かへんからね。靴下履くの嫌いな。靴下履かず靴履いてきたら足が痛いわ。はい、ここはね、から、ね、道なんや。あとね、ここ別宮何箇所かあるんだけど、どこにあるのか分からへんのよ。で、ここからね、さっき来た道を戻って、で、お守りさん打ってたとこから横に道に入って帰んねんけどもね、こっちから帰りましょう。やっぱ伊勢神宮、今年ね、2020年になって人生で初めて、大雨の中伊勢神宮に参拝させていただいて、でその時はね、ほんまにあちゃんのミスで電車乗り遅れるっていうポカをやるかことによってね、下空にお参りできへんかってね、だから今年中にね下空から内空っていうお参りをしたかったんで、で年内にできたし、それと、神様がいてる神奈月を避けてできたっていうのがすごいだね。これ11月になっちゃうと神奈月になるんで、神様がいてないんでね、神様がいてないところに参るっていうのもどうかなと思ってたんで、10月中にお参りできてよかったなと思ってます。でその10月中にお参りするのに一番あっちゃん的に都合のいい日に来たら神奈月がやってたというね、こんな素晴らしいタイミングないんじゃないのかなと、お伊勢さんはあっちゃんを歓迎してくれてるんやなって思いました。だから今までね、お伊勢さん結構おろそかにしててんけど、やっぱりこれからはね、ちゃんと天照大神様にちゃんと手を合わせて信心していこうと思います。主婦の神様、お伊勢さん内宮は、天照大神様が日本の大神と大神と大神と言われて、命の最も尊い神様と言われた。年間数千百のお祭りの中で一番大事な祭りは神嘗祭、二嘗祭やねんけど、神嘗祭に来れてよかった。二嘗祭がね、11月の27日来れたらまた来たね、やっぱりそんな感じでね。100は行ってる。今やけど牛ここ巣売ってないな、巣確か向こうで売ってんねん。もう一つ向こうにもお守りさん売ってるとこあるんだけど、ここで巣売ってんのよ。前回来た時そこで鈴買ってん、鈴買ってんけど紐の結び目が緩くなって鈴落ちてね、一応自分で結んだんやけど、また新しいの買おうかなと思ってんの。で年明けに買うか今買うか迷ってんねんけどね。そっか、しょ、まあいいや、何かをね、神様の何かをいただいて帰ろうかな。いや懐かしい、ここ大雨の中傘さして歩いたよ。風にドッパー吹くようになるから、体中濡れながらね、まあ大歓迎を受けたあっちゃんでありました。今回はね、雨降りそうで降らんかってね、ちょっと蒸し暑いけどもね、で、まあ、そんな歓迎ないのかなと思ったら、
神田目祭というね大きな歓迎を受けたんで、やっぱりお伊勢さんは呼んでくれてはったんやなって思ってね、呼ばれへんと神社って来れへんからね。だからお伊勢さんはさっきも言った通りおみくじがないイコールお伊勢さんに来れることにか大吉っていうことらしいんですけどね、まあ、そんな感じでちょっとね、まあ日本の神様の一番頂点に君臨するアマテラス大御神様に、ね、こう手を合わせてすごいことなんで、ね、これからもねアマテラス大御神様がね進行していきたいなと思って感じでした、ね、こんなとこに電車があるんで痛い靴の中に石入った、なんか息ある、靴の中石入ったけど取りたいけども、靴の中だったら手突っ込んだ汚れやからあかんかな、出てから取ろう、痛いよ、でももう神社ないからええねんけど、神馬健康害するためにも今おらへん、草神馬今のお家です、フェラーリのガレージです、はい、今日はね出てるみたい、多分ね出雲大社行くメンテナンスに出してるんやと思うんで、ね、距離が遠いんで中国道ぶっ飛んでいくんやろうなと思、ね、怒られるなんてこと言ったらね、あやだばっかり言うのがあっちゃうんです。前回ねここで確かね涼かったんやけど、涼かったんやね、3時に閉まりますよね、いやかっこええ、ちょここで買ったんかな、 あそこやお道売ってんのここか、こっちや、黒表で売ってたあれ、ここやここや、すいません、これ一つ朱色、はい、それとおみきと、それとおみき一つと、はい、うん、はい、お願いします、4100円、はい、ありがとう、はい、ありがとう、前回はね、金運のゴールドを買ってんけど、今回ね、あっちゃんのトレードカラーの朱色、赤、買いました。で、ねちょっと飲みたかったんで、おみき買って帰りますこれは、あっちゃんの好物です、はい、お酒はね、清めるものです、岩戸の塩を舐めながらお酒をちびちび舐めるのが今夜の楽しみであります、はい、多分ライブで出てると思います、今日のねえ、結構ね、日本酒が好きになっちゃってさ、すごいな、いっぱいお酒が
三重県県ばっかりか。そうね、ようやく、鳥居が見えてきて、もうそろそろね出口なんでね、足の痛い石が取れそう。ということでね、今日はね伊勢神宮下宮と内宮、そして、猿目神社さん、芸能の神様、天野うずめさん、天野うずめさんにお参りして、で、そう神様にお参りしてきたというね、まあね、あの因縁の関係という、この奥にもね、いらないけどね、強いか、まあ、下宮と内宮両方参ったらいけへんかもわからんけどね、元気な時に行きましょう。はい、ということで今日は伊勢神宮内宮に参拝してきました。もうちょっとです。この川を渡ると、一般外下界に戻ります。神域からね、人の神の属性へと戻っていくわちゃんです。はい、まあ、神になることはできへんけどもね、まあ、神様の使いとしてこの世をちょっとでもよくできたらなと、それがあっちゃんの願いです。もうね、人生半分十分好き勝手楽しく生きてきたんでね、残りの人生は神様の神に導かれて、ね、人が良くなるように、ね、なんていうのかな、いろんな人が良くなるような、活動していきたいなと思ってるわちゃんで、神様はちゃんの体を使って良くしていただいたらなと、もうそれだけが願いです。もうね、まあ、いろいろとね、あっちゃんも煩悩あるからね、まあ、いろいろあるけども、それ以上にみんなが楽しむ、みんなが良くなれればなと思ってるんで、はい、もうしんどいから何言うとかがない、自分でもしんどいさあ、俗世間に帰ってきたあっちゃんでしたね。その鳥居を抜けるとね、俗世間なんで、はい、ということで、今日は、伊勢神宮内宮に参拝しました。午前中下宮に参拝して、午後から内宮に参拝、その間に、猿目神社さん、天野娘さんのところにお参りしてきて、今、天照大神様、内宮に参拝してきました。ね、やっぱりね、神社をこういろいろね、下宮内宮と巻いてくるとね、厳かな気持ちになって、すごい心が軽くなったあっちゃんでした。皆さんもぜひぜひ年に1回でいいんで、伊勢神宮ちょっと遠いけど参拝したらいかがでしょうか。まあね、年に一度参拝、いや、もう一生に一度でもいいという人は伊勢神宮ぜひぜひ参拝してください。かなりいい気がもらえます。ということで今日はあちゃん、伊勢神宮から動画でした。ではまたね、バイバイ。